Hey guys, 月ヨガチューブの月です。今日は初めてでも座ったままできる腰痛や姿勢改善におすすめの10分ヨガを行っていきます。特にデスクワークの人、学生さん、腰痛や背中が痛くなりやすい人、猫背や姿勢を直したい人、お腹の引き締めにも効果的な動きです。座ったままの姿勢が1時間以上続いたら一息ついてこの動きをやってみましょう。 Alright, let's begin with me。 まずは吸う息で両手を上に上げ、吐きながら右にねじりましょう。後ろの手は背もたれにつけて、まずは背筋を伸ばし、おへそから後ろを振り向くようにねじります。一度正面に戻ったら、もう一度後ろを振り向き、今度は両手で背もたれのつかめる部分をつかみます。少しずつつかむ位置を後ろにずらしていくイメージ、無理のない範囲で繰り返していきましょう。吸呼吸では背筋を上に、吐呼吸では深くお腹をねじります。正面に戻ってもう一度息を吸って、吐きながら反対方向にねじりましょう。前の手は膝の外側に添えていきます。一度正面に戻り、もう一度吐呼吸に合わせて後ろを振り向き、背もたれをつかめたらできるだけ遠くをつかんでいきます。この時も背中が丸まったり反ったりしないように、お尻から頭までは一直線、胸を開いて呼吸をしていきます。正面に戻りましょう。今度はお尻のストレッチを入れていきます。片足をももの上、膝の上に乗せて、吸呼吸、背筋を伸ばし、吐きながら前に前屈。曲げた足のもも裏やお尻が伸びているのを感じながら呼吸をしていきます。胸と足を近づけていくように。この時も背筋を伸ばした方がよりお尻が伸びていきます。一度体を起こし、足をクロスしていきましょう。吸って背筋を伸ばし、吐きながらもう一度右にツイスト。正面に戻ったら足を解放し、今度は反対の足を上に乗せていきましょう。お尻を後ろに引くように意識して、吐いて前に倒します。足首は90度に曲げるとよりお尻が伸びていきます。伸びが苦しければ足の指先は緩めていきましょう。体を起こし、足をクロス。ももの外側に手を添えて、吐きながら反対方向にねじります。吸って体を正面に戻しましょう。今度は片足を持って左右に揺すっていきましょう。余裕があれば大きく回します。足の付け根周辺をほぐしていきましょう。反対足も同様に左右に揺すったり、大きく円を描くように回します。次は椅子に座った前屈のポーズです。つま先は立てて、ふくらはぎ、もも裏、お尻の伸びを感じましょう。苦しければ膝を少し曲げたり、つま先を緩めます。反対の足も同様に、吸って背筋を伸ばし、吐きながら前に倒します。余裕があればつま先は上に向け、かかとからお尻まで一直線になるように伸ばしましょう。今度は立ち上がり、椅子の上に片足を乗せていきます。安定したところに足を乗せて、吐きながら前にシフトします。背筋は伸ばし、骨盤の前側、足の付け根を伸ばしていきます。
吐く呼吸でお尻を引き、今度は体をくの字に曲げて前屈。前足のもも裏を伸ばします。もう一度同じように前の膝を曲げて、余裕があれば視線を上に向けましょう。吐く呼吸でお尻後ろ、背中も伸ばしていきます。ラストもう一度。少し左右に揺すって体側やもも裏、お尻、まんべんなくほぐしていきましょう。ゆっくりと足を下ろしたら、反対の足も同様に乗せていきます。バランスが取れるところに足や手を置いて、できるだけ安全な体勢で行っていきましょう。後ろ足のももの前側、足の付け根を伸ばしていきます。お尻を後ろに引き、今度は前足の裏側、そしてお尻まで伸ばしていきます。前足、膝は緩めた状態でも構いません。あと2回繰り返していきましょう。余裕があれば胸を開き、吐きながら前屈。ラストもう一度です。左右に揺すると、さらに腰回りやもも裏、お尻、まんべんなくほぐすことができます。手の奥位置は自由に、余裕があれば体に少し近づけてみましょう。では足を下ろし、足幅を腰幅に開いたら、体を前に倒してもも裏やお尻を伸ばしていきます。一度座り直していきましょう。今度は座位のツイストポーズ、レベルアップバージョンです。両手を胸の前で合わせて合掌。右の膝を組んで右側にツイスト、吸って背筋を伸ばし、吐きながら上体を前に傾けて、肘を膝の外側にかけてみましょう。胸を優しく開き、背筋は伸ばした状態。さらに余裕があれば両手を上下に開いていきます。呼吸は止めずに、吐く息でお腹の内側、コアを意識していきます。反対側も同様に、肘は膝の外側にかからなくても構いません。できるだけおへそからねじるように意識していきます。背筋はまっすぐ、両手も上下に大きく開きます。体を起こして足を下ろしていきましょう。最後は3回深呼吸、大きく吸って両手を上、吐きながら体側に下ろします。深く吸って両体側を伸ばし、吐いて肩の力も抜いて、ラストもう一度。吐いて胸の中心に手を下ろしていきましょう。お疲れ様でした。 Beautiful job。 最後まで見ていただきありがとうございました。これからも皆さんのためになる情報を配信していくので、この動画がためになったらぜひコメントやいいねボタンを押してください。またリクエストや質問もお待ちしています。皆さん、いい一日を。 Have a nice day。